栗が焼き上がりました。よいしょ、こんな感じです。よいしょ、ちょっと盛り付けをしたいと思います。ここに乗せていく。よいしょ。よいしょ。よいしょ。こんな感じです。こんな感じです。よいしょ。でしょう。なんか意外とオーブンで焼くの美味しそうかも。こういうのとか、こういうのとか。まだね、ちょっと熱いかもしれないですね。ね、栗、ちょっとなんか目のところ拭いてあげようか。よいしょ。これを、美味しそう。どうでしょう。めちゃくちゃ美味しそう。ねえ。ちょっと待って、これを。どうやって食べたらいいんだろうな、これ。熱いから、本当はね、この熱を取ってからって言うけど。あちちちち。やっぱ剥くしかないんでしょうか。ちょっとこれ手を剥くしかないのかな、これ。おいしそう。煙が、手で剥けるのかな。あ、でもこうやってポロポロ抜けるかもしれない。色が黄色くて綺麗ですね。これ簡単でいいかもしれないですね。向きあれかな、ダメかな、ちょっと包丁使っちゃおう。ちょっと電池がなくなってきたので、もしかしたら途中で動画切れちゃったらそこで終わりにしたいと思います。あ、意外とポロポロ剥ける。あ、ちょっと待って、これなんか爪でやっても爪の中入っちゃうし、ちょっと剥いちゃうかな。ちょっとね、包丁で剥いちゃったところは黄色みが薄くなっちゃったんですけど、どうでしょう。これ結構いいかもしれない。オーブンでできたら切れ込み入れるだけですもんね。すごいいいかもしれない。冷めたら食べようかね。
よいしょ。ポロタンっていう品種はもうちょっとね、これがポロ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 って皮がむけるんですよ。だけどやっぱりまあちょっとね、品種がなんかそれぞれによって品種でなんだろうな、特性良さが違うと思うんですけれども、ね、ちょっとなんかワンちゃんのために作ったわけじゃないんですけど、熱いよ、ワンちゃん食べそう食べる、ちょっと待って、2個もいたら食べようか。食べちゃう、じゃあこれ半分に割ってさ、食べちゃう、熱いかな、もう熱い、食べれる、熱いよ、ちょっと待って、冷めるの。やっぱね、この色が綺麗ですね。あの天津甘栗とか食べる、熱いよまだ、大丈夫あ、ワンちゃんが先にやってみました。天津甘栗とかもなんか色綺麗じゃないですかね。これはいいかもしれないですね。栗の食べ方おすすめです。オーブンで200度15分から20分、簡単かもしれない。さつまいもみたいにね、切れ込み入れるのは確かにね、おいしい、おいしかったね。なんかと、なんかね、色も綺麗ですね。これも包丁でやっちゃうからね、これがちょっと取れちゃうのは、もっとこの黄色いのが綺麗なの残したいけど、食べるの、ちょっと私も味見してみていいちょっと味見、おいしい。栗おいしいですねこれ出来たてだからいいのかもしれないな。どうでしょう、これもちょっと、これもバカってやってみようか、熱まだ熱いそうね、これ、はい、開いてるからな、これじゃバカってやってみようか。こんな感じで今日の動画は終わりにしたいと思います。